はい、こんにちは。もうちょっと寝る前原です。はい、以前ね、ベイブレードの動画で募集しました、米改造トーナメント2018夏休みバージョン。はい、これをですね、今回からやっていきたいなと思います。うん、で、今回はこの8つの米を採用させていただきました。うん、A ブロックの1回戦として戦っていきたいなと思いますね。うん、で、まだ改造はですね、募集してますので、このコメント欄の方に改造で記入してくださいね。では早速 A ブロックの1回戦やっていくんですが、その前に黄金の5秒間やりたいなと思いますね。今10秒になっちゃったかな。この間にチャンネル登録や動画の高評価お願いしますね。せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。高評価はもし動画が良かったなと思ったら高評価してね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、まず1回戦はこちらですね。プラティロンギヌス0アンダーヤード対ディープカオス0バンプアトミック。2回戦はバイスレオパルト10アンダーベアリング対ウィニングバルキー7スターアルティメットリブート。3回戦はリバイブフェニックス0ボルカニック対ドレインファブリング0バンプエターナル。4回戦はナイトメアロンギヌスフローベアリング対ヘルサラマンダー12アンダーオービットですね。これまでねやってきた米改造トーナメントと同じように、スピンフィニッシュ、オーバーフィニッシュは1ポイント、バーストフィニッシュは2ポイントにしますね。で、それぞれ3回ずつシュートします。計6回シュートして、ポイントの多い方が勝ちとしますね。はい、一応公平を期するためにこういう風にしてます。はい、じゃあまず私はこちらでいきます。プラティロンギヌス、0アンダーヤードですね。僕はディープカウス、0バンプアトミックでいきます。はい。3、2、1、ゴー。さあ、超絶対ゴッドになったけど、ちなみにあの超絶シリーズはレベルチップは全部つけてないですからね、これで公平な戦いになるんじゃないかなと思うんだけど、あ、ディープカオス割といなしてるね。メイヤーがこうガクンと下がるようになってるね。あらららららら、あ、じゃあ3、2、1、ゴッド。バーストして、バーストだ。なぜ？ブラティロンギヌス応援するんだ。ブラティロンギヌス勝ち残ってほしいんだけどさ。あー、勝ち勝ち対決だ。やばい。僕はディープカオスを応援してるかな。ディープカオスいい感じだね。さあ、いなしてる、いなしてる。効かない。よし、やった。3、2、1、ゴッド。よし、いけ、いけ。あちゃちゃの茶かな、これは。同じ結果っぽい。頑張れ、ロンギヌス。よし、こういうのいけそう。いけ、倒す。厳しそう。厳しい。完璧に出してる。出してんね。あー、なるほどです。はい、じゃあベイカイと私はディープカオス、ゼロバンプアトミックですね。僕はブラディオンギース、ゼロアンダーヤードでいきます。はい。3、2、1、ゴッド。さあ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 。気が立つ。さあ。ちょっと斜めに打っちゃったかな、カオス。バーストして。いや、パパ、ロンギヌス応援してるから。ただ不利にシュートしたつもりはないんだけどね。あ、カオスかな、やっぱり。カオスだね。よし、3、2、1、ゴッド。いけ。さあ、これで勝負が決まるかな。もしカオスが1ポイントでも先取すれば勝利ですね。逆にバーストされるとロンギヌスにもまだ希望が残ってる。どうやらこれもカオスね。ということで1回戦はプラティロンギヌス0アンダーヤードがノーポイント、ディープカオス0バンプアトミックが5ポイントで1回戦突破です。はい、続いて2回戦いきますね。バイスレオパルト10アンダーベアリングでいきます。ウィニングバリティ7スターアルティメットリブートでいきます。はい、3、2、1、ゴッド。さあ、カメ、レオパルト、カメ。さあ、ルクメトリブルト。おお、3、2、1、ゴッド。おお、逆にオーバーフィニッシュ。
C2は合宿。おー危ない、あ、飛んだ、いけ、おーっと、アルティメットって、おーっと、バースト、あれ、はい、じゃあベーコンを関して私がウィニングバルティセブンスターアルティメットリブートでいきます。バイスレオバード10アンダーベアリングでいきます。はい、 C2は合宿。おー、ベアリングのおかげで真ん中に来る。おっと、アルティメットリブートで外行っちゃった。よし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 、これはこれはウィニング。お、まだわかんない、このまま回り込んで、ファースト、ファースト、ファースト、うーい、あー、 C2は合宿。おー、いいね、序盤から激しく当たる。おお、今度はウィニングバルキリーが回すの、フィニッシュ。 C2は合宿。さあ、これが6回目のシュート。おっと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 、あー、おー、逆転ということで、バイスレオパールド10アンダーベアリングが4ポイント、ウィニングバルキリー、セブンスターアルティメットリブートが5ポイントということで、ウィニングバルキリー逆転で1回戦突破。すごい、すごいね。じゃあ3回戦やっていきましょう。まずエイシン君がリバイブフェニックスゼロボルカニックでいきます。はい、そして私がドレインファームリーゼロバンプエターナルでいきます。 C2は合宿。うわー、ちょっとちょっと、合宿だ、C2は合宿。さあ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 、合宿だ、これ強いよ。これを食らわなければファームリーにも勝機があるんだな。もうこれやるってダメでしょ。あ、さすがにダメだな。アーマーも外れてないし、トラップも効かない。ほら、丁寧に回ってるもん。え、本当だ、これもういなして、いなして勝ちでしょ、勝ちでしょ、これ。おー、 C2は合宿。あ、やばい、やばい、やばい、おっとっとっと、あれ、食らわなくてよかったわ。今、ギリ食らなかったのかな。いや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 、逆転もさせたくない。ちょっとすごいね、これは。バーストで追い込みたい。いけー、ファブリーのスピンフィニッシュ。はい、続いて私はリバインフェニックスゼロボルカニックに変えます。はい、ドレインファブリーゼロワンプエターナーに変えます。はい、 C2は合宿。おー、あっと、こうなるとリバイブフェニックス厳しいね。うん、さっきのエイシン君の最初のシュートみたいな感じでどんどん当たんなきゃいけない。そう、いきなりどんどん当たんないと勝ち目がない。うん、これは厳しいな、リバイブフェニックスには。おー、負けた。 C2は押し。さあ、誰、さあ、おっと、ナイス、あー、惜しい、惜しい、的が外れた。もうちょっと当たんないと厳しい。うん、てか、これで負けたらやばい。いやいや、もう回転が。あー、ダメだー。C2は惜しい。でしたということで、3回戦はリベフェニックスゼロボルカニックが2ポイント、ドレインファブリールゼロパンプエターナルが5ポイントということで、1回戦のところはドレインファブリールでした。じゃあ4回戦いきましょう。ナイトメアルングスローベアリングでいきます。エルサラマンダー12アンダーオービット10枚までいきます。はい、 C2は合宿。おお、あっとっとっと、 C2は合宿。おっと、ナイトメアはね、結構でかいしね、重いからね、リスクがないから。あー、おっと、 C2は合宿。さあ、さあ、当たってくるよ。両方とも左回転なんでね、うん、だからお互いの良さが活かせてないかもしれないけど。おっと、あーっと、ナイトメアきつい、ナイトメアきつい、あー、
じゃベーコンからして私がヘルサラマンダー12アンダーオービットでいきます。ナイトメアロンにフローベアリングでいきます。はい、でこの対決なんだけど、うん、ヘルサラマンダーが1ポイントでも取ったらもう勝ちかな。おー、はい、3、2、1、ゴー。ということでナイトメアリングスフローベアリングがノーポイント、ヘルサラマンダー12アンダーオビットが7ポイントということで、ヘルサラマンダー12アンダーオビット1回戦突破です。はい、ということでですね、今回の勝者はこちらの4つの便になりましたね。うん、ちょっとびっくりしたのがこのヘルサラマンダー、うん、めちゃくちゃ強かった。これ改造めっちゃ強い、うん、ちょっとインパクトすごかったね。ナイトメアを消しましたもん、ね、そう、3回バーストしたからね、うん、素晴らしかった、面白かったですね。うん、で、次回はですね B ブロックの1回戦をやりたいなと思ってます。はい、で A ブロックのこの1回戦の勝者同士は戦わせません、うん、っていうのは A ブロックの勝者と B ブロックの勝者、うん、これをシャッフルしたいなと思って、その方がねより後編に楽しめるんじゃないかなと思ってますね、うん、それとですね B ブロックの改造例もぜひコメント欄でお待ちしてますね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。